それではね、今組み立てました、こちらね、ロングソード2本、そしてショートアックス、2つですね。で、ライフルですね。こちらをすべて合体させて、セイバーモードにしたいと思います。で、まずはこのライフルをね、変形させないといけないんですけれども、これをグッと手前に曲げて、そしてこれをグッと上に向ける。上向けて、さらにこれをグッとひねって、下に戻す。こうか。こうやると、よいしょ。こういう状態ですね。こういう状態になりますね。で、あとは、周りにパーツを組み付けていくんですけれども、アックスの持ち手は折りたたむ。こちらも折りたたむ。そして、こっちのロングソードを組み付けていかないといけないんですが、その前にクリアパーツですね。こちらを真ん中に差し込む。こんな感じかな。こういう状態ですね。まあ、この状態でもね、十分かっこいいんですけれども、これで、あとは、グッと中に差し込んで、この状態ですね。ちょっと出た状態ですね。で、これを、それぞれ、こちらの穴に差し込んで固定します。よいしょ。こことここ2箇所で固定する感じですね。グッと入れて曲げて固定する感じかな。よし。あとはショートアックスですね。こちらでさらに固定して。おお、なかなか巨大な武器ですね。よいしょ。これでセーバーモードが完成しました。なかなかかっこいいですよね。特にやっぱこの辺がね、このクリアパーツのね、インパクトがかなり強いですし、なんかね、やっぱこうクリアパーツがね、こう端っこに向かってこう薄くなってるので、ちょっとね、色合いも肉眼ではね、ちょっとこうグラデーションがかかったような状態になってますので、なかなかね、かっこいいですね。でもね、これ持つとこがここだけなんですよね。ここにね、持たせて装備させないといけないので、なかなかね、結構な重さもありますし、保持するのがそこそこね、大変な感じではありますね。で、今度は、さらにこちらを変形させて、ブラスターモードですね。で、ロングソードも外すというか、こういう状態になるんですね。で、クリアパーツは外します。まあ、つけててもね、かっこいいんでいいとは思うんですけども、こういう状態かな。あ、やっぱり外さないといけないですね。これ外して、差し込み直しですね。この手前に差し込んで、で、この辺はね、まあ、ここに絶対差し込まないといけないっていうような決まりはね、ありませんので、まあまあ、好きなようにね、組んで構わないとは思うんですが、まあ、とりあえずはね、説明書通りの場所にしっかりと組んで、ここはね、ちょっとずらさないといけないですよね。こんな感じですね。で、これもブラスターモードを外す感じですね。これで、ブラスターモードが完成しました。で、クリアパーツがなくなったので、ちょっとね、寂しい感じはありますけれども、まあまあ、こうね、ちょっとビームがね、出てる感じに1箇所だけね、つけるっていうのも、こんな感じでね、ありなんじゃないですかね。あ、ここ忘れてた。このね、ショートアックスが、こういう風につくんですよね。で、ちょっとこれも、クリアパーツは、一旦外して、これですね。これが一応説明書通りの、ブラスターモードですね。一応ここクリアパーツはね、つけてますけれども、こちらがね、ブラスターモードになります。なかなか、かっこいいですよね。で、続いてはね、アローモードに、移行したいんですけれども、これは、グリップの位置がちょっと変わる。ここはこうか。で、こういう状態。ちょっとグリップが前に行くのかな。で、アックスがちょっと逆になるかな。こうなるかな。まあ、弓矢ですよね。アローモードなんで弓矢の形状なので、ちょっとずらして、で、クリアパーツを外して、これがアローモードですね。
これもね、なかなかね、弓矢っていうね、感じの形状が再現されてて、なかなかね、いいですよね。でね、今、一応ね、説明書の指示に従って、クリアパーツをね、外してるんですけれども、まあ、つけてても全然問題ないですよね。というか、つけてた方がかっこいいかな。こうなって、こっちもね、ついててもかなりかっこいいですよね。クリアパーツをつけるとね、かなりサイズ感もね、上がりますけれども、うん、やっぱりなんかね、緑色のね、この雰囲気がね、なんかこうビームが出てる感じっていうのがあった方が、うん、なかなかかっこいいんじゃないですかね。まあ、ここだけつけるっていうのもありかな。一応アローモードとかだったら、まあ、一応ね、弓矢みたいなね、感じなので、周りの部分は外して、ここだけね、真ん中だけついてるっていうのの方がなんかね、まとまりが良くてかっこいいかもしれないですね。ということで今回は、まあ、ざっとね、切り出して組み立てただけですけれども、ことぶき屋さんの、モデリングサポートグッズ、ヘビーウェポンユニットの、メガスラッシュエッジの、組み立てを行いました。これね、以前からね、少し気になってたんですよね。で、特にやっぱりこの、ね、クリアパーツの部分ですけれども、これがね、かなりのインパクトがあって、うん、かっこいいなというふうにね、思ってたんですが、組み立ててみると、結構ね、組み立て簡単ですよね。まあ、武器のパーツなんで、そこまで難しくはね、ないと思ってたんですけれども、変形とかね、組み替えも非常にスムーズで、特にね、まあ、変なところというか、組み立てにくいところとか、ちょっとこう隙間が空いてしまったりっていうところは、ほとんどない状態ですね。ただね、この持ち手のね、この部分がね、ちょっとこうスカスカだったりするんですよね。ちょっとここは弱いかなというところなので、まあ、これは僕は今しっかりね、ゲート処理とかね、せずに組んでるので、その辺がちょっと甘くなってるのかもしれないですが、まあ、実際に、まあ、何らかのキットに持たせるときは、もう、どの形態でね、持たせるかっていうのが決まったら、この辺ね、ちゃんとバチッと固定した方がいいかもしれないですね。この辺がちょっとこう、ぐらつくというか、ここがね、ここはちょっとこう、結構スカスカというか、こう、動きやすい感じはあるんですよね。ただまあ、この状態のときは、横にはね、動きようがないんですよ、この、真ん中のパーツがね、ありますので、まあ、動かないので、ここは甘くても大丈夫なのかもしれないですね。それかまあ、僕がゲート処理をね、今ちゃんとやってないので、少しパーツが浮いてるのかもしれないですね。で、これね、クリアパーツね、全部ね、くっつけててもすごくかっこいいんですけれども、これね、横の部分ですね、よいしょ、これを外した状態、僕結構ね、この真ん中だけがついた状態っていうのも好みなので、これにさらにこういう状態ですよね。このブラスター状態というか、こういう状態もね、なかなかかっこいいんじゃないかなと思います。まあ、この形態はね、説明書にはない形態なんですけれども、まあ、こうやってね、まあ、ソードのようにというか、まあ、ブラスターかな、やっぱこういう状態でなんかね、キットに装備させるのもいいんじゃないですかね。で、周りのね、パーツ、こういったね、パーツを外したりすると、この辺にね、やっぱり穴は残ってしまうんですよね。この辺とかですね。で、このサイドのね、部分も、まあ、この辺とかにね、差し込んだりすることにはなってるので、やっぱりこう、差し込んでない部分の穴がね、少し目立つ感じはあるので、まあ、ブラスターモードで、もう装備させるっていう風に決まったら、この辺の穴は全部ね、パテかなんかで埋めてしまってもいいのかもしれないですね。そっちの方がかっこいいかもしれないですね。